登場。探してきてほしいって言うんでしょ？そうだけど。お願い。この本でいい？ありがとう。機嫌治った？図書室の幽霊を見たということですが。昨日の夜にね。どんな姿でしたか？
暗くてよく見えなかったけど、髪が長かったかな。ほうほう、その辺をもう少し詳しく。図書室の幽霊を見たって聞こえたんだけど。何？アッコも七不思議が気になるの？ちょっとね。それで本当に見たの？まあね。そのせいでどこで聞きつけたのか朝から報道部に囲まれちゃってさ。へえ、すごいね。ただの噂だと思ってたけど、もしかして他の七不思議も本当なのかな。スクープじゃ。寝ちゃうところでしたわ。なんか眠そうだけど、まだ寝ぼけてるの？いいえ、寝ぼけてるんじゃなくて寝てないの。え、どうして？明日追試があるからよ。その大作ね、ちょっとくらい寝た方がいいんじゃない？起きてますわよ。限界みたいだけど。心配は無用。勉強しなくちゃ。無理しないでね。アッコ、ちょうどいい。聞きたいことがあったのだ。私に？日本では寿司が回転して飛んでいくと聞いたことがある。え、回転寿司のこと？やはりあるのだな。あ、いや、飛んだりはしないけど。寿司にはわびさびがあるとも聞いたことがある。つまりわびさびとは飛ぶということか。わびさび、わさびのこと？寿司にはわびさびがあるとも聞いたことがある。つまりわびさびとは飛ぶという。わびさび、ここからの補習は…ね、オカルト先生かよ。魔法薬学の授業、苦手なんだよね。オカルト先生って、ルーケッチ先生のことだよね。私もちょっと苦手かも。あ、そうだ、アッコ、私の代わりに補習に出てくんない？今度、ブライトンベリーでアイスおごるからさ。ダメだよ、絶対バレるってば。ルーキッチ先生にバレたらどんな恐ろしい目に遭うか。ちぇ、やっぱダメか。ま、しょうがない。さーてと、じゃ、補習に行ってくるよ。アッコ、無理ってごめんね。午後からの補習は魔法…こんな…イレーネ、起きてますわよ。限界みたい。
たいだけど。心配は無用。勉強しなくちゃ。無理しないでね。ミスリニウムあったよ。やはりありましたか。一人で納得してないで、私にも教えてよ。魔法の鍵でつながる先は場所だけではなく時間も異なるということです。は？ミスリニウムがカネオプス遺跡から見つかった最後の記録は200年前のはずです。200年前？え、でも。それだけではありません。私は以前カノープス遺跡に行ったことがあります。私の記憶に残るカノープス遺跡はもっと荒れ果て錆びれたものでした。つまりあの扉を越えた先が200年以上昔かもしれないってこと？そうなります。鍵によってはもっと過去の年代につながる可能性もあります。すごい！すごい？だって200年以上前の遺跡を冒険できるってことでしょ？それってすごくない？まったく、あなたと来たらそんなあなたに渡していいのか悩ましいところですが。これどうしたの？図書室のとある本に挟まっていました。それってもしかして他にも鍵が挟まってる可能性があるわけ？魔法で調べた限り他に魔法の鍵が本に挟まっていることはなさそうです。そうなんだ。それより先ほど渡した鍵はより深いカノープス遺跡につながるようなので注意してください。それより先ほど渡した鍵、何を言ってるのかよくわかんない。あら、アッコ、ちょうどよかった。このバケツの底に穴が開いているみたいなの。修復魔法で直そうと思っていたのだけれど。これを修復魔法で直せばいいんですね。そうよ、やってみて。これを修復魔法で直…そう。今日の予定はどうしようかしら。ガリーと勉強をして、その後美味しい紅茶を飲んで休憩。その後もガリーは勉強するだろうから勉強しすぎよね。たまには街に出かけようって言ったら怒るんだろうな。今日の予定はどうかした？どうしよっかな。ジジ、何か悩んでるの？悩んでるってほどじゃないけどね、帰省しろって実家から連絡があってさ。
家に帰るといろいろ面倒なわけ。執事やメイドがつきまとうしさ。執事やメイド？もしかしてジジの家ってお金持ち？うん、じいさんがちょっとね。あー、面倒だし帰省すんのはやっぱやめよっと。キャサリンとリンリンがいれば退屈しないし。あー、面倒だし帰省すんのはやっぱやめよっと。キャサリンとリンリンがいれば。ここでアイテムの合成ができるんだっけ。前に梅干し入れて試したら大変なことになったような。気をつけなくっちゃ。とりあえずやってみよう。装備は合成することでいろんな効果を付与したりできるんだ。もちろん僕も装備を強化してるよ。杖を剣にしたり、制服の上に装着する鎧パーツを作ったり。かっこいい。今度見せて。いいけど、こっそりね。先生に見つかると怒られちゃうからさ。もちろん僕も装備を強化して。いいけど。グッズグッズ、買った買った。私なんか何の取り柄もないし、明るくもないし、何にもできないけど、こうやって何かを煮込んでいる時間だけは幸せなんだ。どす黒い色が突然真っ赤に染まったり、虹色に光ったりして、見てて飽きないんだよね。アッコも煮詰まった時はやってみるといいよ。合成だけに。ダイアナより私の方がすごい魔女なんですから。私はエルフリーデ、よろしく。
いろいろ調べるために走り回ってたからもうヘトヘト。今更だけどルーナノバって広いよね。うん、周りの森も学校の敷地だし。これだけ広いと何から調べていいのかわからなくなっちゃうよ。せめて近道とかあればな。近道とは少し違うけど、精霊さんの力を借りれば少し楽になるかも。え、本当？ほら、ホロロギウムの間に記憶水晶玉があるでしょ。あの水晶玉についてる精霊さんの力を借りるといいかも。更新魔法をかけた記憶水晶玉の元には移動魔法で転移することができると思うよ。へえ、そうなんだ。じゃあ見つけたら更新魔法かけてみる。いいことを聞いたぜ。アマンダ？私も校内を歩き回るのめんどくせえと思ってたんだ。そんな便利な魔法があるなら早く教えてくれよ。え、でも精霊さんの力を使うから更新魔法をかけた人じゃないと使えないよ。な、そうなのか？なんだよ、せっかく手に入れたこれが役立つと思ったのに。しゃあね、アッコにやるよ。わ、なに？ほら、一回使って見せてくれよ。大丈夫かな。大丈夫、精霊さんを信じて。大丈夫かな。大丈夫。おはよう。おはよう。って、もう朝じゃないけど。細かいことは聞いていうか知らないよ。まあいっか。っていうか、あれ？魔道具カフェの。いや、いつかのお客さん。なんでこんなところに。っていうか不審者！ちょっと待ってよ。魔道具の配達に来ただけだってば。あ、そうなんだ。そうそう、ほうきや魔道具のメンテナンスも受け付けてるから、なんか用があれば言ってよ。少しだけど素材やアイテムも売ってるし、魔道具の買い取りとかもしてるからさ。ちゃっかりしてるな。
に購買部には売ってないか。何が？呪いのドール。売ってるわけないじゃん。常識にとらわれてちゃ七不思議を見つけることができないよ。常識にとらわ…これ、記憶水晶玉かな。更新魔法をかければいい。トルートタルマーレ。ルートタルマーレ。
さ、こんなところで一人でご飯？うん、今朝早く目が覚めたから自分でお弁当作ったんだ。すごい！でもこんなところで食べなくても。お弁当を人に見られるのが恥ずかしいから。そんなこと気にしなくてもいいと思うけど美味しそうだし。そうかな。よかったら少し食べる？ありがとう。これすごく美味しいこちらこそありがとう。みんな夏休みに入って嬉しそうね。私もどこかに行こうかしら。みんな、あのさ、ルームメイトにはアプ、古そうだから精霊がついてるかも。ハロッテのところに持って行ってみよう。ロッテ、古い道具を持ってきたよ。ありがとう。ちょっと待ってね、精霊と話してみる。どうだった？ダメ、時間の流れについては何も知らないって。そっか。でも面白い話が聞けたよ。え、なになに？昔、講堂に飾られていた肖像画について変な噂があったんだって。肖像画に描かれた人の目がキョロキョロ動いたり、舌を出したり、そんな噂があったせいか、講堂から撤去されちゃったみたい。なんか、報道部の号外にあったルーナノバの七不思議に似てるね。
そうだ、アッコ、これあげる。また古い道具を見つけたら持ってきてね。この追跡ってどうなってるの？まだあるにはあるんでしょ？ええ、少なくとも私が見学をした時はまだ多少の面影は残っていました。そもそもカノープス遺跡って何があったわけ？かつてはカノープス城があったようですが、そういえば何の話？カノープス遺跡には有名な剣の飾り台がありました。剣の飾り台？飾り台にはカノープスの地に伝わる伝説の剣が飾られていたと伝えられています。
伝説の剣？リュースラ切り伏せたという伝説があるそうです。すごい！ダイアナはその剣を見たの？いえ、私がカノープ水石に行った時は剣の飾り台しかありませんでした。数百年前に失われたようです。何者かに盗まれたようですが。へえ、それなら魔法の鍵でカノープ水石に行けば見つかるかもね。でもどうせなら伝説の剣じゃなくて杖ならよかったのにな。飾り台にはカノープスの地に伝わる伝説の剣が飾られていたと伝えられています。すごい！ダイアナは数百古そうだから精霊がついてるかも。ハロッテのところに持って行ってみよう。夏休みに入ったんだからステージのお仕事一つや二つ来てんじゃないの？バカね、ヘザー。私がそう簡単に許可するわけないじゃない。デイジーちゃんは安売りしないのよ。その割には私たちの前で踊ってくれるね。当たり前じゃない。あなたたちは私の大切な仲間なのよ。私のダンスで元気になってもらおうと思って。そうだったのね。私誤解してたわ。ありがとうデイジー。やっぱりあなたたちは最高の友達。当たり前じゃない。やっぱりあなた。遅れてきたのはそっちでしょ。それはもう謝ったじゃん。
来たのはそっちでしょ。あなたはもう少しこう上品な振る舞いはできないのですか。例えばミス・キャベンディッシュのようにダイアナみたいに振る舞うなんてできないししたくもないです。私はただあなたにもっと魔女らしい佇まいを身につけてほしいだけです。魔女らしい佇まいですか。そうです、しばらく休みですから、一日ミス・キャベンディッシュと過ごしてみるのはどうですか？げ、そんなの息が詰まっちゃいます。我ながらナイスアイディアです。今度ミス・キャベンディッシュに会った時に話しておきますね。ミス・カガリ。あなたはもうたっと…いらっしゃい。なんか買っていくかい？1枚しか見つからなかったや。どこにあったの？いろいろ探し回って昼過ぎにようやく正門のところで見つけたよ。他の6枚はどこに隠してあるのかな。遅れてきたのはそっちでしょ。私たちの部屋、時々明かりが消えちゃうんだよ。ケルトンモデルって実験室になかったっけ？そうだっけ？ルーキッチ先生に聞いてみたら？やだよ、ルーキッチなんか怖いもん。あれ？ルーキッチ先生、合成のコツって何ですか？と
にかく合成を繰り返し経験していくことじゃ。そうすれば自然と身についていくよ。なるほど。実験の邪魔をするでない。ほれ、さっさと立ち去れ。ちょっと、何くつろいでんの？んだよ、うるせえな。アマンダは心配じゃないの？このままじゃ、ずっと夏休み初日なんだよ。いいことじゃねえか。なんでよ？よく考えてみろって。一日経ったら元通りなんだぜ。何でもやりたい放題じゃねえか。それはそうかもしれないけど、ヤスミンカとコンスタンツェも同じなの？食べ放題？うん、しかもあの扉を抜ければ刺激的なダンジョンがあるんだぜ。退屈しなくて最高じゃん。いいのかな。よく考えてみろって。一日経ったら元通りなんだぜ。何でもやりたい放題じゃねえか。この前のパーティーのアンドリュー様、素敵だったわね。本当、もう一度お会いしたいわ。うんうん、イケメンは遠くから見てるだけでも癒されるよね。イケメンの上にあの有名なハンブリッジ伯爵のご子息、さらにねえアッコ、見てこの水着、最高にイケてない？あ、ヤスミンカ、この不思議飴って知ってる？うん、食べるまで味がわからない不思議な飴。へえ、でも味がわからないなんてちょっと怖いな。いらないならちょうだい。いいけど、まずくても文句はなしね。
いて。部屋のゴミがたまったままなのよ。いつも妖精がきれいにしてくれてるのに、今日はサボってたのかしら。なんだアッコか。リタとアビゲイルが帰ってきたのかと思った。リタとアビゲイルはこんな時間に出かけてるの？二人とも喧嘩中だから部屋に戻りにくいのかも。喧嘩してるんだ。ええ、寄宿舎のどこかにはいると思うけど。放っておいていいの？心配だけど、喧嘩の理由がわからないから。二人ともどうしたのかしら。なんだアッコか。あれ、コンスタンツェ一人？アマンダはまた遊びに行ったのかな。もう不真面目なんだから。なんだ、アッコも来たの？コンスタンツェが誘ったの？何の話？知らないで来たの？今からコンスタンツェの映写機で半魚人アプカルル2と2分の1を見るのさ。へえ、私も見ていい？うん。アッコには難しいと思うけど。そんなことないよ。やっぱアプカルル最高。恐怖の対象であるアプカルルに恋をするとかぶっ飛んでるね。確かに伏線は張ってあったけどさ、ストーリーが全然わからなかった。だから言ったじゃん。なんでスーシーとコンスタンツェはわかるの？そりゃ前作と前々作の半魚人アプカルルとリベンジオブアプカルルを見てるからね。ずるい！どうして私も誘ってくれなかったの？何言ってんのさ、誘ったの断ったくせに。え、嘘！試験勉強するからって言った気もする。アクは放っておいて、今回のストーリーの舞台って鉱山だよね。うん。そうそう、半魚人を鉱山送りとか最高。え、あれ鉱山だったの？クライマックスで出てきたでしょ。あれはメドゥーサのルイカって鉱山にしか咲かない花さ。今はもう咲いてないはずだね。 A 型と CG で咲かせてたけどさ。探してみよう、そのなんとかっていう花。あ、もしかしたらまだ咲いてるかもしれないでしょ。咲いてなくても聖地巡礼にはなるか。もしかしたらまだ咲いてるかもしれないでしょ。咲いてなく…Thank you.
元気ないみたいだけど、ちょっとリタと喧嘩しちゃって。話だけなら聞くよ。リタと14時にエントランスで待ち合わせしてたんだけど、遅れちゃったの。遅れたのは私が悪いんだけど、でも事情があって。事情って？ある本を正門で受け取る予定だったんだけど、手に入らなくて探しに行ってたら。それを説明すればいいじゃない。したよ。でもリタは頭に血が上ってて、私の話を聞いてくれなかった。なら時間を置いて話してみれば大丈夫そうだけど。うん、そうだね。今夜寝る前にもう一度話してみる。ありがとう、アッコ。少し元気出たかも。ありがとう。どうしたの？ため息なんかついて。なんだ、アッコか。アッコは悩みなさそうでいいよね。そんなことないよ。私だって悩みくらいあるんだから。あ、ごめんごめん。実はさ、アビゲイルと喧嘩しちゃって。それでため息をついてたってわけ？うん。アッコ、ちょっと話聞いてくれる？いいけど、何があったの？今日、エントランスで14時に待ち合わせしてたんだけど、アビゲイルが遅刻してきてさ。前から約束してたのに遅れてきたから、ついカーッとなって怒鳴っちゃって。アビゲイルがわざと遅れたわけじゃないことは頭では分かってたんだけど。反省してるんだ。それならアビゲイルと話すればいいじゃない。でも元はといえば遅れてきたアビゲイルの方が悪くない？何か事情があったのかもしれないよ。それも聞いてないんでしょ？そっか、そうだね。寝る前に聞いてみる。アッコ、ありがとう、話聞いてくれて。
れ、ヘロってどうしたの？ちょっと困ったことがあって。困ったことって？1日に使えるエネルギーの量を考えると、今夜にはエネルギー切れで他の業務に支障をきたすかもって。ルーナノバって魔導石があるから自由にエネルギーを使えるんじゃないの？ううん、そんなことないよ。魔導石から供給されるエネルギーにも限界あるから、妖精さんたちが使える量はいつもギリギリみたい。そうなんだ。あ、じゃあ今日は洗濯を諦めたら？そういうわけにもいかないみたい。みんな今夜受け取りに来るからって。つまりエネルギーの使用量が増えればいいんだよね。それはそうだけど、何かいい方法があるの？お願いしてみよう。誰に言えばいいのかな？多分バドコック先生だと思うけど。よし、それじゃあ行ってくる。多分シキ、おはよう。うわ、あ、ダメだよアッコ、シキはまだ寝てるから。え、寝てるの？立ったまま？シキって朝はほとんど寝た状態で動いてるから。それって地味にすごいかも。わけで今日のエネルギー使用量を増やしてほしいんです。無理です。でもこのままじゃ困るのは先生たちも一緒ですよ。そこはなんとかやりくりするように言っておいてください。そんな無茶な。それならあなたが洗濯を人力でやればどうですか？確か前にも経験があるでしょう。なんとかしてみます。ダメだったよ、どうしよう。妖精さんと相談してたんだけど、魔石でどうにかなるかもしれない。え、魔石で？うん、魔石は微量だけど魔導石と同じエネルギーを含んでるから。何個くらいあればいいのかな？あればあるだけいいみたいだけど、もし余ってる分があるならそこのゴブリン用務員さんに渡してあげて。
ダメだったよ。どうしよう。魔石で、そんなに魔石持ってなかった。で、そんなに。不思議飴が手に入ったからあげる。ありがとう。おいし、ええ、学内に幸運のコインを7つ隠し、それを景品があるんです。アッコには分かんないだろうけど、どうしよう、どうしよう。どうしたの？ブライトンベリーの魔道具カフェで取り寄せしてたものが手違いで届いてなくて。今からブライトンベリーに行って、あ、でもそれじゃ間に合わないし。何がいるの？教えてくれたら私も探してみるけど、多分無理だと思うけど、魔女の伝統と歴史っていう本なの。魔道具カフェのつてで探してもらって取り寄せてたんだけど、もうなんで届いてないの？あの魔道具カフェの店員、うさんくさいと思ってたけど、信じた私がバカだった。ああ、あの店員ね。図書室にはないの？その本。買ったものじゃないと。誕生日のプレゼントだから、今日ないといけないの。あ、それじゃあ私も探してみるよ。お願い、できれば16時までに手に入るといいんだけど。
があるんだけど。一体何をしでかしたのですか？どういう意味よ。別に何もしてないってば。話っていうのは魔女の伝統と歴史っていう本を持ってないかなって。魔女の伝統と歴史？あなたがあの本に興味を持つなんて。知ってるの？魔女について書かれた本としては名著と言っていいでしょう。最近再版されましたが、発行部数が少ないせいか手に入りにくいようです。私も読み返そうと思い最近取り寄せたところなのですが。あ、ちょうだい。はあ、どういうことか詳しく話してください。そういうことであれば魔女の伝統と歴史を貸しても良いですけれど。ありがとう、ダイアナ。アビゲイルには本が届いたら返してもらえるように言っとくね。ええ、ですがそのようなことをしても。何？いえ、少し待っていてください。これが魔女の伝統と歴史です。機会があれば読んでみると良いでしょう。特にあなたに欠けているものが書かれていますから。ま、機会があったらね。機会があればよ。機会があれば。アビゲイル、持ってきたよ。これ、どうしたの？ダイアナが持ってたから、事情を説明して貸してもらったの。ダイアナから？そんなの受け取れないよ。取り寄せた本が届いた時に渡してくれればいいからってダイアナが言ってたから。それより、急いでるんでしょ。ありがとう、アッコ。ダイアナにもお礼言っとくね。そうだ、今これくらいしか持ってないけど。アッコ、本当にありがとう。これで喧嘩しなくなるよね。